金きみ子。在来官民国日本国大使館前にて行われる、慰安婦への謝罪と保償を求める水曜集会にて、金きみ子は、第二次世界大戦終戦前に自身が、慰安婦であった胸各地で証言している、韓国人女性。本人のいくつかの証言を列記する。幼い時両親を亡くした、金さんは、六十数年前、日本統治時代の韓国官温度で、幼女に出された。 ある日、養父から、お使いに行っておくれと言われて、汽車に乗せられた。女性たちがたくさんいて、兵隊の姿も見えた。私は十歳で、父、十四歳で母を亡くし、孤児でした。あの頃はみんなそうでしたが、大変な暮らしで、他人の家に働きに出て、日銭を稼いでいましたが、十六歳の時、チョロ論の巡査の幼女になりました。その頃、私には、 ボーイフレンドがいましたが、結婚できませんでした。1942年3月、養父にお金を稼げるところがあるからと言われて、朝鮮人の軍人に連れて行かれました。AB、元慰安婦の金・紀美子さん死去生存女性37人に、産経新聞、2017年7月25日閲覧、幻の十軍慰安婦を絶蔵した、河野談話はこう直せ、 畑た彦諸君、2007.5ありがとうございます。